ポジックス中心主義とは、ユニケージ開発手法の普及を行っている、USP 研究所所属の松浦智之、東中博志明と金沢大学、総合メディア基盤センター所属の大野博之らが、提唱するソフトウェア開発指針の一つである。ポジックス原理主義とも呼ばれ、2015年発行のすべてのユニックスで20年動くプログラムはどう、書くべきかにて、書籍として、 初めて言及された。ポジックス規格に極力準拠しながらプログラムを書くことを最大の特徴とする。そして明示的、暗示的にポジックス規格に準拠している OS が多いという背景により、この指針に基づいて書かれたプログラムは移植性や持続性が高まると主張している。ソフトウェアを含む多くの技術には実用上の寿命がある。開発者がサポートを終了したり、 不具合や脆弱性が発見されたり、といったことが原因となりうる。そのような何らか別の技術に依存している技術の実用性を維持するには、定期的、または不定期に保守をしなければならず、コスト負担が発生する。ゼロデー攻撃のように、突然依存できなくなる事態への対応では、特に重大なコストになる。そこでこのようなコストを避けるにはどうすればよいかを考える。すると、 例えば次の二つの対策が考えられる。この二つの対策を実施することで依存している技術の寿命によるコストの発生を低減させようという考え方がポジックス中心主義の原理である。ポジックス中心主義は上記の原理をソフトウェアの分野に応用し次の三つの指針を提唱した。一番目の指針にあるポジックス規格は1990年代に提唱されて 以降、2010年代現在でも現存する多くのユニックス系 OS が設計上の基範としており、普遍性において高い実績があることから選ばれた。2番目の交換可能性担保の指針は、原理の2番目を実践する方法として提唱された。3番目の指針にある W3C 勧告は、Web アプリケーション分野において、ポジックスと同様に高い普遍性の実績から選ばれた。 この指針はポジックス規格に準拠しながらプログラミングするというものでポジックス中心主義での原則的な指針とされる。主にポジックス文書で明記されているシェルスクリプト文法、コマンド、副字的に C 言語を用いてプログラムを書く。上記の指針では実現の難しい機能、あるいは全く不可能な機能を実現しなければならない場合は、 ポジックス規格にない依存ソフトウェアを使用せざるを得ない。しかし、無制限に認めてしまえば、保守や移植のコストは増大してしまう。そこで、使用する場合には次の性質を満たすことという、例外条件が2番目の指針である。今利用している依存ソフトウェアと同等機能を有する、別の実装が存在し、何らかの事情により、A が使えなくなった時でも、 B に交換することで A を利用していたソフトウェアを継続して使える性質。例えば、Web API にアクセスするためのコマンドが、POSIX 規格では規定されていない。そこで、カールコマンドを使いたいと思った場合には、同等との機能を有する、例えばホ o ェ e コマンドにも対応したコードにし、かつ共通に実装されている機能のみを使用することで、どちらかのサポートが終了して使えなくなったとしても、 直ちに影響を受けないようにする。具体的には W3C 韓国で標準化された規格に準拠する。JavaScript における各種 Web ブ,ブラウザの独自拡張は用いないようにする。松浦智之、u s p 研究所、Windows、Mac、Unix すべてで20年動くプログラムはどう書くべきか。C&R 研究所、2016年11月4日。 ISBN 978から4から863542099。松浦智之、大野博之、東中博士明。ソフトウェアの高い互換性と長い持続性を目指す。ポジックス中心主義プログラミング。情報処理学会デジタルプラクティスボリューム8ナンバー。4。2017年10月。352ページ。一瞬百八十八から三百九十 ポジックスで規定されているコマンドはテキストデータを主な処理対象としているものが多くバイナリーデータの処理に適したものが少ない。ポジックスで規定されているコマンドにはメール送受信を除き HTTP アクセスはじめイネットドメインへの接続を実現するものが存在しない。ありがとうございます。